皆さんこんにちは、新茶の関の中島です。本日私は第一車両ビルという 3LDK の賃貸マンションにやってまいりました。こちらの部屋、とってもリビングが広々としておりまして、まずはこちら、リビングのすぐ目の前にありますこちらキッチンなんですが、こちらのキッチン、L 字のキッチンとなっております。こちらのキッチンの特徴は、とっても広いシンクがあるんですね。こちらのキッチンはこのようにシンクも広く、そして調理スペースもしっかりと確保されております。そしてこちら、水口のコンロも設置されておりますし、収納スペースもこちらからこちらまで、そして下にもこちらからこちらまでのございますので、キッチン用品がしっかりと収納できるので、奥様にも大変重宝していただけると思います。またこちら、こちらに冷蔵庫を置いていただいて、食器棚を置いていただく、そういったふうに使っていただくととっても便利かと思いますよ。またこちらにダイニングテーブルを置いていただいて、こちらの台にですね、こちらテレビのジャックもございますので、こちらにテレビを置いていただくこともできます。これだけの幅があると、とっても大きいテレビも置いていただけると思いますよ。またこちら隣にはこのように収納スペースもございますので、こちらに掃除機などを収納していただくのもいいんじゃないでしょうか。こちらのお部屋はですね、南向きのお部屋となっておりますので、とっても暖かい日差しが入ってくるんですね。なのでこちら、こちらがバルコニーとなっているんですが、こちらに洗濯物を干していただいて、しっかりと洗濯物を乾かしていただくこともできますね。ではこのままリビングの隣の和室をご紹介いたします。和室はですね、8畳ございます。こちら、これだけ広々としておりますので、お布団などを敷いていただいたりですね、お子様の遊び場所としてもご活用いただけると思いますよ。収納スペースもこちら奥に押し入れがございまして、約1間ほどの幅がございます。奥行きもしっかりとございますので、こちら何でも収納できると思いますよ。上にはもちろん天井もついておりますので、ご活用ください。そしてこちら廊下に出ていただきまして、まずはこちら 1つ目の扉を開けてみましょう。こちらお手洗いになってるんですね。そしてこちらの扉を開けてみましょう。こちらの扉を開けますと、とっても広い洗面スペースになっております。まずはこちら洗濯機置き場、そしてこちら人気のシャンプードレッサーとございます。こちらこれだけの幅がありますので、こちらに棚などを置いていただいて、タオルなどをね、置いていただけるような棚も置いていただけると思いますよ。奥には広々としたお風呂がございます。これだけですね、広々としておりますと、大人の方が入っていただいてもゆったりと、お風呂に浸かっていただくことができますね。ではこのまま出て他のお部屋をご紹介したいと思います。出ていただくとすぐのところに収納スペースがございます。こちらも上に天袋などがございますので、しっかりとこちらも収納力の高い収納スペースとなっております。それではこちら洋室となっております。こちらの洋室ですが、こちら側が共用廊下部分となっておりますので、お部屋の、共用廊下からですね、お部屋の中が見えないように曇りガラスが設置されております。そしてこちら収納スペースが、こちらに約半間ほどの幅、そしてこちらが約1間ほどの幅のある収納スペースとなっております。どちらも上に、天袋がございますので、こちらかなり収納力の高い収納スペースが確保されておりますね。そしてもう一つのお部屋、こちらです。こちらもですね、収納スペースが上から下までしっかりとございまして、また反対側のこちらにもですね、収納スペースがございますので、こちらのお部屋、とっても収納力が高いと思います。これだけですね、収納の多い 3LDK の賃貸マンション、気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきでは、皆様のご来店をお待ちしております。また見てね。